おはようございます。釣り子 TV です。冬の釣りになんかいいルアーないかなと思って釣り具屋さんを物色していたら、これジャッカルのですね、デラク大きいサイズ1オンス、こんなのが売っていたんで一つ買ってきてみました。価格は1個900円。嬉しいですよね。結構まあルアー1個買うとまあ1800円とか1700円とか2000円近くお財布からぶっ飛んでいくわけですけども、このデラクシリーズはですね、まあ900円ほどで買えるっていうことで、でちょっとボックスに何かしらこの手のですね、ちっちゃくて、ピラピラ回るやつあると安心っていうことで、一つですね大きいサイズ新しく出たっていうことで買ってきていました。早速開けていきたいと思います。まず箱はまあこんな感じの箱で、裏に説明書きがあってジャッカルってことで、リアクションで攻めるデラク1オンスっていうことで書いてありますね。じゃあ開けていきたいと思います。おー、結構丁寧に入ってますね。はい、おー、カラーはですね、こんなブルーギルみたいな感じの色買ってきてみました。はい、あ、開けてみると結構やっぱりずっしりくる。まあ1オンスありますからね。こう対抗ではあ、まあ変わんないかなと思って、この横幅、これがかなりずんぐり太くなってるっていうイメージですね。でスプリットリングがついていて、可愛い目玉がついていて、でブレードですよね。こんな感じでね、ジャッカルなんて書いてあるの、ジャッカル 3H って書いてありますね、このブレードで。針も鋭いものがついていて、まあでもフッ素コーティングとかしてあるってわけじゃないですね。小さくてでも結構太軸ですね。大きな魚が来ても曲げられないよっていう感じの、ちょっと、うん、小さい割にゴツめの針がついております。こんな感じね。で裏に説明書きがあるんです。ちょっと読んでみたいと思います。デラク岸釣りアングラーとしても活躍する水野さんが、全国のアングラーにもっと気軽にバスフィッシングを楽しんでもらうため具現化したアイテムがこのデラクです。一口サイズのコンパクトボディながらもキャスタビリティに優れ、ただ巻くだけで誘いは OK。 ブレードがフラッシングと波動のアピールでバイトを誘ってくれると同時に適度な引き心地を手元に与えてくれます。ハイシーズンはもちろん玄関機のキラーベイトとして大活躍。フィールドを選ばず心強い味方となってくれるでしょう、ということで各所の説明があるんですけども、まずですね、ライン絡みを軽減するチューブで固定している、ここにチューブがついてるんですよね。これ見えますか、チューブがあるんで、これによってブレードが必要以上に前に行かないから、こう切りもみになって絡んでっていうトラブルを軽減するためのここにチューブがついていて、で立ち上がりが良く適度な引き心地のオリジナルブレード、これですね、 H3 って書いてありましたけど、これジャッカルって書いてあるオリジナルのブレードがついていて、フォール時に抜群の立ち上がりを生む連結ベアリングスイベル仕様。これね、結構高いベアリングのスイベルがついていますね。これこのベアリング単体で買ってもまあまあ値段張りますからね。こういういいくるくる回すためのベアリングが標準装備してくれている。でキャスタビリティに優れたコンパクトメタルボディっていうことで、これがですね HL ブルーギルっていうか買ってきてました。ああそうだな、これ読んでみると、なんか今さらっと見てたら気づかなかったけど、このボールベアリングはですね、イリスイベルっていうんですかね、これ結構高級なやつなんで、それを標準装備されているってことで、ちょうどあの今勝ブログを読んでいたら、いつの間にかあの今勝のメタルクロー、メタクローは最初はこの高級なベアリング入りのスイベルがついていたんだけど、最近はあのもうちょっと
安いやつに実はいつの間にか変わっているようなんていう風に書いてありましたね。でも確かに、うん、これほっとくと結構錆びると動かなくなるんですよね。海なんかでよく使うんで、この手のジギング、シーバスジギングとかでこういう高級なやつ使うんですけどね、確かに1回2回使うと、もしくはこの中のベアリングが負荷で潰れたりするとですね、途端にこいつ動かなくなるんですよね。うん、ということで、まあちょっと安い、やつに変えてもあんまり変わらないだろうということで、今勝のメタクロなんかは最近はこの高級なやつじゃなくなったんですけども、ジャッカルすごいですねこれ、最初からついてるしちょっとちゃんとつけてるよっていうことで、ここにも書いてありますんでね、こんな感じのすごい回転のいいね、スイベルがついてますよ。で、1オンスどうかなと思って買ったんですけど、やっぱりかなりずっしりしますね。これはものすごい速いバンってフォーリング、ブラ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 ってこのプロペラが回りながら落ちていくんじゃないかなということで、これはスピニングっていうよりもベイトタックル でミディアムヘビーアクションとかの竿で操作していかないとちょっと、もったりしちゃうかなって感じですかね。じゃあ重さの方も測っておきたいと思います。まあ1オンスって書いてありますからね。はい、じゃあね、デラクーのこの新しく出た1オンスグラムにすると何グラムでしょうか。おお、気持ちいいな。ぴったり30グラムって表記されましたね。まあ1オンスって28グラムとかだと思うんですけども、この針とかスイベルとかあとブレードとかがついたことによって30グラムになってますね。ということなんで、結構ミディアムヘビー、もしくはヘビーパワーのロッドとかがいいかもしれないですね。もしくは最近流行りのヘビーアクションなんだけど、ティップが硬いソリッドが継がれているエバーグリーンのやつとか、あとはスペルバウンドコアでもなんか来年 H パワーで先端の方がソリッドが継がれているモデルなんかも発表されるみたいですからね、そういった竿で使ったら面白いのかな。自分は一本もその手の竿を持ってないんで、まあなんかそうですね、感度のいい H パワーのそうですね、レジスタ 70H とかあの辺りで放ってみようかなと思うんですけど、まあ、何にしてもこの見た目通り結構幅が増えてる分ですね、非常に重く、なっている。1オンス 30g あるよっていうことなんで、冬場のリアクションの釣りとかですね、こういうのでなんか小さいものがヒュッて動く、そういったのに反応するバスの、口元にこうストーンと落としてやると思わずパクって食いついてくれるんじゃないかなということで、まあでも針むき出しですからね、あんまり変なところで使うとなくしちゃうかもしれないんで、とりあえず亀山ダムなんかで魚群探知機にワカサギの群れがもっさり映った時にそれを直撃させるような形で投げ込んでみたりとか、そんな感じでまずは使ってみようかななんていう風に考えております。で、しばらく使ってあんまり重すぎてバスでの使用がちょっと使いづらいなんて感じたら、この後ろのブレードをウィローブレードに変えてですね、ちょっと海で使ってみようかなと思いまして、シーバスではこういったののこう後ろがウィローのブレードのものをね、まあ元祖クルクルなんかがありますけども、こういうのがものすごい釣れるタイミングっていうのがありますんでね、ちょっとそういうところで、使えるんじゃないかなと思って、重めだなと思ったんですけど一つ買ってきてみました。というわけで本日の釣り子 TV はですね、こちらのジャッカルからデラクーの一番重いサイズになると思うんですけども、1オンス、これが出たよっていうことで一つ買ってきてみました。はい、釣り子 TV でした。